願いは叶うと思っていた。先人や己の理想を貫くべく、彼はがむしゃらに進んだ。大切なものを失い、孤独となっても、生きにくい男はそれでも歩みを止めない。石田三成、その行く先は破滅か、それとも理想の章。派手な敵情視察もあったもんだな。持ち場を離れて俺をつけてきたのか。ご苦労なことだ。てめえ頭でっかち、助けてやったのにその態度はねえだろ。二人とも黙れ、柴田軍に見つかる。光秀は撃った。ここで勝家を倒せば秀吉様が天下人だな。ついにおじきの天下か。よっしゃ。黙れバカ。すべてはこれからだ。俺の志、バカにはわからぬ。そういう言い方よせ、バカ。秀吉様、柴田軍に先手を打たれました。戦略的落ち、静かなところに、すでに落ちた。我が国は分からぬ。味方が踏ん張っとる砦から助けに来た。我が国は分からぬ。義経、お前も俺と同じく秀吉様の子飼いだ。秀吉様のためせいぜい励むのだな。ああ。お前たち三百の負けの剣を果ててみせる。ふっ、続けてみろ。you
に咲きつつ岩崎山トルネを突撃だ。もらう。
任せよ。敵の恩を捨てて秀吉についたら、これじゃなくなるんだ。なら俺は戦うことを選ぶ。来い、手抜いたら痛い目見んぞ。天下を滑るにふさわしいのはどちらか、両者を知りながら当たらぬか。すまねえ、おじき。俺はもう戦えねえ。待つ、この船を散り沈む、しかと見届け。